はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋みともです。はい、今回の動画は、ポケットモンスターの、ポケモン2019の30話から33話までの関数です。では行きましょう。まずは30話、まあ、それがあったよっていう回。多分ここら辺はざっくりさせてください。前も言いましたが、とある事情で、とあるところに行ったため、ちょっとあんまり回数が出てこないというかね。あれですけど、ご了承ください。で、次が。31話かな？あと、31話。いろいろあったねっていう。なんか、なんだろう。小春なんかポケモンにちょっと慣れようとする回かなと思いました。で、32話が。オープニング曲変更して1回目の放送でしたね。まさか、まあ歌ってる人はびっくりしたんだよ。だって今期2つ目のあれです。誰かじゃないけど特撮やってアニメやってるってやりすぎでしょ。ちなみに片方の人はね、仮面ライダーの曲歌ってるしさ、今回の人もさ、偶然仮面ライダーの歌を歌ってんだよね。まあ、誰のことかさせてください。多分見れば分かるっていう意味です。で、今日、ポケモン交換ですね。最初、バトルしてたのに、ちゃんとして。うん、バトルした相手とゴー君が交換するっていう、なんか珍しい回ですね。で、来週いよいよあの人が登場です。楽しみですね。来週はちゃんとゼロワンと一個ずつできるようにね、3話連続とかなんないようにしますので、まとめてあれするとかないようにしますので、皆さんよろしくお願いします。まあそんな感じでですね、終わりたいと思うんですが、なんか今年夏映画延期されたため冬にやると思いますが、ポケモンの映画公開時期発表されて、ウプネシさんに聞いてびっくりしました。年末ですよ。12月25日公開です。15日間違えた、25日ごめんなさい、25日公開予定です。まあウプネシさんも楽しみに見に行きたいと思います。ということで終わります。